パパ？何？どの葉っぱ食べた？ご飯何食べた？ご飯。おーすごい。まだ美味しいんだよ。こちらにいる2匹のレッサーパンダはミーとライムというね、一応ご夫婦のレッサーパンダですけども、パパちょっとごパパ、今そばに来てくれたのがミーというレッサーパンダになります。こちらのミーちゃんね、2013年に千葉市動物公園、ここで生まれた女の子になりますね。今年誕生日来ると6歳ということでね、後ろに背後霊のようにいるのが、ライム君ですけども、ライム君は2014年、ですからみーちゃんに一つ年上下になりますね。どこだっけ、長崎県の佐世保市にあります九十九島動植物園というところでございます。動植物園というところでね、生まれた、オスになります。ライム君は2000、17年ですね。ですから一昨年の11月に千葉の方に来てくれまして、なんとね、ちょうど昨年18年の1月からこちらの兄ちゃんと、一緒に同居するようになります。さっきも少し申し上げたんですけども、レッサーパンダというのは単独生活者です。普通はオスもメスも一頭で生活する動物ですのでね、とりあえずね、このように2匹でね、いてくれるだけね、